篠宮は弓道部だぞ。弓道部ですか。めちゃめちゃ向いてるじゃないですか。ん？どういう意味だ？弓道ってほら、胸があると弓の鶴が当たっちゃうんですよ。でも篠宮先輩のサイズなら何の心配もないじゃないですか。こんなんですし。ひしがみ、こんなですよ。後ろ後ろ。ひしがみ、ひしがみ。晒し巻いてどうにかできるのは D カップまでらしいですよ。藤原先輩は確実にそれ以上あるでしょうから、藤原先輩が弓道をやった日にはもうビシバシですよ、ビシバシ。こんなですもん、こんな。ブランケ踏め石神。石神くん。